ワースタは2015年に結成された日本の女性アイドルグループ、ダンスボーカルグループ。所属事務所は ABEX マネジメント。所属レーベルはアイドルストリート。スーパー、ガールズ、チーキーパレード、ジェムに続くレーベル第4弾アーティスト。メンバーの猫耳が特徴。ABEX のレーベル及びプロジェクト、アイドルストリート。 デビュー候補生から選抜された5名によるグループ。2015年1月11日、アイドルストリート2015ストリートは進化する。ご来場者全員とハイタッチ会で、グループの結成と楽曲のプロデュースを鈴木真中が務めることが発表された。同年3月29日、アイドルストリートストリート生全校集会2014年度終業式で正式に、 グループ名やメンバーが公開された。ワースタはザワールドスタンダードの略称。世界に照準を合わせて活動しているデジタルネイティブ世代アイドルで SNS とリアルアイドル活動を通じて世界に可愛いジャパンアイドルカルチャーを発信している。グループ名はひらがな表記だが時期を見てザワールドスタンダード表記への変更も想定しているという。なお、 メンバーの選定やグループ名の考案は、鈴木真中が言った。世界標準や SNS 活用の一環として、公演中の撮影を ok とし、その画像や動画をツイッターに載せて拡散して、もらうなどの試作を行っている。オリジナル楽曲は、基本的に、ツインボーカルで、ボーカルメンバーとダンスメンバーに分かれている。第4回アイドル楽曲大賞2015インディーズ。 地方アイドル楽曲部門で犬猫、青春真っ盛りが1位に入賞。その他、小さな小さなが8位、ジリージリーラブが21位、ドキドキトゥデーが27位、ランラン、時代が52位に選ばれた。グループ名がザワールドスタンダードであるため、世界でのイベントにも参加し、2018年9月末までに6カ国、地域を回っている。 2017年4月からは3月にプライゼミーが解散した後を引き継ぐ形でアイドルタイムプリパラのテーマ曲を担当することになった。これに伴いアニメ関連のイベント参加が増えている。また東京ゲームショー2016オフィシャルサポーターや0時2018サマー公式サポーターに就任するなどゲーム関連のイベントにも進出している。2018年 ワースタ結成から活動4年目に突入するにあたり、結成時からワースタの音楽プロデュースを手掛けていた鈴木真中がワースタから去ることになり、代わってホワイトジャムの白瀬がプロデュースに携わることになった。その後もメンバーがまだストリート制だった頃から担当だった音楽ディレクターの交番、A&R の交代など音楽制作スタッフの入れ替えが進み、2019年以降は 猫の手バンドのバンドマスターである、岸田裕樹が音楽プロデュースを担当している。配信限定インディーズフルアルバムミニアルバムベスト、アルバムライブアルバム2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年、公演、イベント終了後、随時握手会などを開催。また、FC 限定イベントにも出演。広報、 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。